本項目では、ニカラグアのイスラム教について記述する。アメリカ合衆国国務省が2007年に発表した統計によると、1200人から1500人程度がムスリムとされ、ほとんどがパレスチナやリビア、イラン出身の定住外国人か帰家人、あるいは定住外国人、帰家人から生まれた、生来のニカラグア国、首都マナグアにはサラートが行える、イスラム文化センターがあり、 約320人が定期的に参加する。金曜日の礼拝には、グラナダ、マサヤ、レオン、ちなんでが在住のムスリムも、マナグアのセンターに足を運ぶ。なお、グラナダやマサヤ、レオンには、地元有力者の家庭内に小規模の礼拝用センターがある。マナグア礼拝センターのスンナハ指導者が2007年5月、 ムスリム共同体においてイランの影響力が増したため解任シーア派の宗教指導者に交代する事態となった。このシーア派指導者が誰なのかは2007年5月に報道があった時点では明らかにされていない。ムスリム移民が初めて退去して国内に流入したのは19世紀末であった。大部分はパレスチナ系ムスリムであり、中米における最大級の移民流入となる。 パレスチナ系移民の正確な数は不明なものの19世紀末からオスマン帝国が解体家庭に入る第一次世界大戦中の1917年までに40世帯が国内に移住した可能性があるとされる。初期の移民はしばしば異教徒との結婚や政府からの圧力によりキリスト教を受け入れ急速にイスラムとしてのルーツを失い地元民に溶け込むこととなる。 ただし、1890年代から1940年代にかけては、ニカラグアのみならず、南米諸国の多くで、アラブ人の入国を制限したり、すでに国内にいるアラブ人の滞在を禁じたり、商業活動の拡大を抑え込む法令を発布することがたびたびであった。マナグアで、パレスチナやサンディニスタの旗を掲げながら、ニカラグア革命10周年を祝う。 パレスチナ人移民の第二波は1960年代に到来。教育の程度は高かったものの、イスラム教への信仰の厚さは初期の移民と同程度であった。この集団は1972年ニカラグア地震や1979年のニカラグア革命という2つの大きな出来事に直面。かつてのパレスチナ人の多くは北米に移住するか、 パレスチナに帰還する道を選んだのである。国内に泊まった者は被害をもろに受け、家族はそれまで以上に、キリスト教に同化していく。1990年代諸島に、最も歴史が新しく、規模にして、最小の亡命集団が流入。その多くは、北米やパレスチナからニカラグアに戻ってきた移民で、 北米やパレスチナでの経験を通して、ムスリムの競技をより強く意識するようになっていた。この移民は、過去の移民よりもイスラム教のアイデンティティが強く、共同体単位で、同教の再活性化に一役買うこととなる。2000年までには、パレスチナ系アラブ人やパレスチナ系の子孫が500世帯存在すると推定。国内に流入したパレスチナ人は、ほとんどが、 キリスト教徒でムスリムは少数に止まる。その大部分はラマンラーやエルサレム、ベートジャラ、ベツレヘム近郊の農村出身者であった。ニカラグア国内のパレスチナ人は中米最大のアラブ人コミュニティを形成している。ニカラグアイスラム文化協会のファハミ、ハッサン総裁によるとムスリムに関しては回収した地元民が増えつつあるが、それでもやはり パレスチナやレバノンから移住してきたアラブ人が主流という。1999年にはサンフアンデルスルの3000平米の区画に1000人近くを収容できる国内初のモスクが完成。金曜日の礼拝やラマダン用の場所を提供する以外にもイスラム教の教義を入門講義を開設している。ニカラグアのムスリム共同体は当初資金難にあえいでいたため、 パナマ人ムスリムの代表団から資金提供を受けていた。礼拝場には特徴的なミナレットに加え、図書館、礼拝室、事務所、子供ルーム、学校などがある。宗教セミナーを男女を問わず提供するばかりか、スペイン語のパンフレットも配布。その他、ニカラグアイスラム文化センターと呼ばれる新たなイスラムセンターが近年、イスラム教の普及を目的にシーア派勢力が解消。 シーア派が増えた背景には、1979年のイラン革命や1991年の湾岸戦争に伴う亡命者の急増が挙げられるが、イランとニカラグアとの関係もシーア派の影響力を強める形となった。ほとんどのシーア派ムスリムはイラン人の血を引いているため、アラビア語やスペイン語以外にも、いまだペルシア語をはじめとするイランの諸言語を話すのが特徴。 ありがとうございます。